阪神おばたさん。相手ワンバンで投げてた W。阪神おばた、バウンドすると加速して速くなるので、相手のオーバンではなくワンバンになるよう投げた。加速するか？トップスピンをご存じない？昔から言われてるやん。山なりよりワンバンは。それは暴投防止策定。跳ね方によっては水平成分が増加して速くなる。強セラやからな。めっちゃトップスピンかかってるんやろ。おばたの送球はホップアップしている。ホームやん、そらうまくバウンさせた方がええよ。打球ならともかく投球で、バウンドの時に加速するレベルのトップスピンってかかるんか？距離が25メートルくらいあれば、150後半は出てるよ彼。マグヌスおばた。人工芝やしな。ピッチャーのワンバンをキャッチャーがそらしちゃうのは、これが原因だったんか。ソフトボールなら2バウンド目で加速するよな。Y 高校球児でいきり散らかしてて、会社のソフト大会でショートやって、大恥かいたから忘れもせんぞ。あれ何やねんマジでマグヌスかよ。粉バウンドするほどどんどん速くなっていって、最後は高速を超えるんか？確かに大山は吸引してそう。アウトハイおばた。トップスピンかかったゴロ取りまくってるせいで投球でも加速すると勘違いしてるか、それともマジでおばたのワンバンは加速しているのか？おばたは地面からの力を使って加速させてるんやで。強セラの跳ね方は普通の球場とは違うから。